こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。 Amazon のセラーセントラルでですね、これから日本語表示というね、項目が選べるようになりました。まだ一部ね、アカウントの作成時期等によってはこの日本語という表示が出てこない、アカウントをお持ちの方もいらっしゃるんですけど、選べるようになっている方も、結構いらっしゃると思います。まあ英語でね使える方はそのまま英語で使ってもらえばいいんですけど、日本語の方がねいいということで、Google Chrome の翻訳機能なんかで日本語にしてた方は、その Google Chrome の翻訳機能じゃなくてですね、この Amazon の、日本語表示あるいは、他の言葉の表示の方を使ってください。これおそらくですね、Google Chrome との相性が悪くてバグが多いんでですね、Amazon がこの機能をつけたというふうに思われます。そんなわけで、まあ今まで日本語表示でバグ多かった方、Amazon を使うと多少減ると思いますんでね、 Amazon で日本語表示を選択してください。で、日本語表示されない場合はですね、もうしばらく、おそらくねテスト段階なんでアカウント作成時期等によってね、一遍にじゃなくて、この時期の人は使えるようにしとこうとか、この時期の人はねまだいいやとかいう形でね、いろいろテストしてるんだと思います。選べるようになって、日本語出てこないとどうしたんだという場合はね、まだなんだということでね、ご理解いただければと思います。まあ、こんな風にね、サポートしていく中で、まあ、何かおかしいんじゃないかというのはね、何件かサポートしてもうすでに事例で分かってますんで、疑問に思ったら、質問していただければね、時間の節約にもなりますし、余計な動力と、使わないで済みますんで、ちょっとおかしいなとかね、あれ何かなと思ったらね、どんどんお気軽にご質問ください。まあこういうののね、ストレスあるいは時間を、節約して、稼ぐ商品を見つけるというのをね、集中していただければと思います。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。